遊戯王麻雀遊戯王スペシャル対談マリナの時代。さあ、この企画は麻雀遊戯王のアシスタントマリチューさんと日本プロ麻雀連盟、そして角川サクラナイツに所属されています内川幸太郎プロ、二人の対談をお楽しみいただく企画でございます。マリチューさん、内川プロ、よろしくお願いいたします。お願いします。マリチューさん、大丈夫ですか？一番の推しの方との対談ちゃんと目を見ながら喋ってくださいね。もう何年も経ちましたよね。あ、そう、直視してない内川さんはこうして、ね、ちょっと歩み寄ってくれてるわけですから、はい、この対談のうちにね目が合わせられるようにしていただいて頑張ります。思います。よろしくお願いいたします、はい、そんなお二人に話していただきたいテーマ、まあ、毎回マリチューさんとゲストの方の共通項みたいなのをちょっと探すんですけども、はい、やっぱお二人はですね、印象は良い、内川さんはやっぱ桜ライスのエース的存在、王子様みたいな言われ方もされてる、うん、そしてマリチューさんはやっぱグラビアアイドル、まあ清純派かどうかわかりませんけど、なんでだよクラウドファンディングでね、皆さんから大量の支援をね受けたりとっていうのもあります。まあマリチューさんもイメージが非常にいいと、うん、いうことで、イメージがいいからこそ苦労することであるとか、うん、あとはまあイメージを維持するためにもしかしたら頑張ってることがあるかもしれないとか、なるほど、はい、そういったことをまあまあテーマにさせていただきました。もちろんここから外れて次のお話にしていただいても大丈夫です。はい、それではお二人もよろしくお願いします。ありがとうございます。お願いします。マジャン業務のアシスタントって何年ぐらい経つの？はい、2年経ちました。2年経ちました。丸2年ぐらい、3年ぐらい、え、そんなに？3年近くだったよね。そうなんですね。この番組でそのイメージ的なやつで崩されてませんか？あ、でもなんかいい意味でそこで遊戯王をいじってくれるんで、うんうん、ファンの層も、うん、その遊戯王を見て好きになりましたみたいな人すっごい増えて、うん、あ、遊戯王本当ありがとうとはいつも思ってます。でも結構いじ、ね、いじってくるからいじられてきました。まだまだやっぱりね、こう立ててくれるので、確かにまだ内川さんに対してはすごいリスペクトを持って立ててくれるんですが、ありがたいです。番組とかでは何かこう被害を被ったみたいなことはないです。逆にプライベートで、あ、意外と喋るんですねとか、テンションいつも高いですねとか、あ、確かに、ええ、うん、あともっとひどいこと言うと、なんか女の子とかに内川さんって喋ると台無しですねみたいなのも結構あります。あります。喋んなかったらかっこいいのにみたいな、あ、それはもう学生の頃からよく言われて。そうなんですね、ええ、本当の自分ってどうなのか気になります。一人でいる時間が、あ、結構一人好きなので、はい、インドアもアウトドアも行けるんですよ。へえ、うん、で一人でラーメン巡りますよね、やっぱりね。ちょっと離れるけど、うん、一時ね、お酒大好きですってこうファンの方に伝わったら、うん、お酒の差し入れがうわーってきて、わかるわかる、で、うん、甘いもの好きですに書いたら甘いものうわーってきて、すごくありがたいんですけど、みるみる超えるそこはイメージというか、内川さんといったら最近スタバハマってるみたいなので、うんうんうん、ちょっと嬉しい悲鳴みたいなのはあるかもしれないです。私のファンの人は、私はお酒のキャラあるから、うんうん、ストロングゼロとか、うんうんうん、地方行くと帰りの新幹線飲みなよとか、うんうんうん、日本酒とかめっちゃもらってそんなに決めねえよってそう、さすがにね、でもすごい嬉しいですけどね、私もそれでもうブクブク太って、うん、で、太ったら太ったで、マリチュー太ったねみたいな、そうそうそうすごい言われるからエサくれるのに君たちのおかげで超えてますよみたいな、いつも私も思ってます。試合とかプロ雀士に変わったじゃないですか。はいはいはい。そう、今まではグラビアずっと頑張ってきてて、グラビアのイメージが多分イメージとしては強かったですよね、うん、本業というか今までやってたことがあるところにプロ雀士があるから当たり前にやってるんじゃないかみたいなこととか、いつもマリチューモードで試合も行っちゃうんですよ、うん、リーグ戦とか、うんうん、だから結構リーグ戦みんなラフな私服とかで来られるんですけど、うん、上流リーグはだから私だけなんか自分の気持ち的になっちゃって、いつも一人だけなんか決めて、なんかやっぱマリチュー、え、あんな脱水服着てんのかとか思われたくなって、打ってる時とかも集中したいのに、なんか姿勢とかも気になっちゃって、そのカメラ入ってるだけでもないのに嫌われたくないとか思っちゃったりとか。いやーけど今ね、お仕事も忙しい中でちゃんとやられてるので、これで私が麻雀強かったら完璧だのにって思って、いつも超弱いから頑張ります。入って1年2年で完璧な強さを求めるなんていうのは、お母さんがいるんですよ。おかしいですよ。まあ、オカピーも成長速度すごいけど、最初の頃は勝敗もしたし、そのチョンボもしたし、いっぱい経験してるわけですよ、はい、悔しい思いいっぱいやって最強戦で13名を上がるまでに成長するわけですよ。本当ですね、めっちゃ尊敬します。そうですね、そのルートでね、なんか
損したことあります？損なんか印象がいつもいい分、そもそも自分の印象はあまり理解してないかもしれないですね。優しくて話しやすくてかっこよくて麻雀強すぎて天才いやけど語彙力めちゃくちゃ低いです。頑張ってる。あ、そうなんですか。はい、じゃあめちゃくちゃ努力されてるってことですよね。まあ、用語とかはね、うん、まあ、講師なのでやってるんですけど、あれがあれであれでみたいになっちゃいます。そうそう、あれがあれでって、あれで分かってみたいなあとは何ですかね、今は言われないけど昔言われたのは結構天然だねみたいなことは言われましたね。あー、あざと男子や騙されちゃうよ女子は。ギャップ的なところで言うとね、今はなんかちゃんと会話を成り立っているようにこう行くんですけど、うん、自分の中で会話が進んでてなんてか先の話みたいな。私もそれやっちゃう。ありません？あります、めっちゃあります。え、何の話みたいな。そう、先読み告知みたいな感じをしたくなる性質なのか意外なところに共通点ありましたね。いや、そこなんですね。ちょっと嬉しいです。そう、よかった、共通点。あ、ラーメン好きですよ。ラーメン番組やられてますもんね。どこをよく行きますか？行って美味しかったな。美味しかったね。あ、麺屋翔さんとか、はい、シャトル翔の翔ですね。はいはいはい、うん、私は林田っていうあの醤油ラーメンが好きなので、うん、よかったら食べてみてください。多分食べてます。ちょっとさりげなく自分の好きなラーメン、はい、あー嬉しい。ラーメンは間違いなく共通項ですね。よかったら乗せてくださいね、食べたラーメンとか。わかりました。はい、あ、私しかも裏垢でフォローしてます、うん、ゲーマーかみたいな鍵垢で誰もバレなかったで、内川さんと岡田さんのサバ垢両方フォローして、うん、2人のやり取りを見て仲いいね2人みたいのを陽平さんとかに誰かのサバ垢をあのフォローするときはサブアカなんですね。そうですそうかもしれない。そういうことなんですね。なんか表のアカウントでフォローしちゃって気使わせちゃうかなって思うんで、はい、裏アカから見てます。表アカはやっぱりこう麻雀プロなので麻雀のことを発信しなきゃいけないし、うん、けど趣味のことも言いたいじゃないですか。そうなんですよね。ラーメンぐらいだったらねみんないいけど、うん、麻雀で知ってくれてフォローしてくれてるから、うん、っていうことでサブアカ作ってその趣味アカみたいな感じで作ったんですけどね、はい、私もそれでスターウォーズ好きなんですけど、うんうん、スターウォーズの別アカは作りました。あ、そう。だからラーメンのアカウント作ったりとか、いろいろ。あと美容と、それは鍵ですもん、鍵。誰も見せないとかね、いろいろあります。すげえ。結構あるかも。すごいね。あと猫アカウントとか。猫、はい。あとねえ、悪口。悪口書いてないから、私鍵のアカウントで別に。いやでも昔その悪口書いちゃったのを表のアカウントで間違えて更新しちゃったことはあります。もう今はないです。そんな気をつけてね、裏垢持ってる女子たち。内川さん言ってあげてください。表も裏でも悪口はダメだぞ。でもネットに言うとなんかスカッとするんですかね。俺全然わかんないんですけど。めっちゃする。ツボみたいなもんね。そうそう、友達に言えばいいのにね、はい、危ないことはしない。はい、気をつけましょうね。いや、いろんな面白い話聞けました。毎日もちろん内川さんからもね、いろんな面白い話聞けましたので。はいはい、なんか、新企画みたいなのが始まったんですよ。毎日さんの、なんかお酒を飲みに行くみたいなのあったんですけど、はい、今度内川さんとラーメンを食べに行くみたいな。それはちょっと大丈夫、いいですよ、いいですよ、そんな。そんないいですよ。あ、じゃあ、やらないですね。やります、やります。ありがとうございます。ということでね、ちょっと新しいね、お話も聞けました。はい。お二人も今日はありがとうございました。ありがとうございました。さあ、この動画が面白かった、内川さんにもしかしたら裏側あるのかなと思った方、ぜひチャンネル登録、高評価、そしてスーパーバックスもお願いします。ということで今日はここまで。またねー。